今回はジャンボ尾崎選手のヘッドの運動量を上げる方法を解説していきます。ヘッドの運動量を上げるスイングはテイクバックでは車で左折する際に左にハンドルを切るようにハンドルが左回りするように上げていきます。これをスイングに取り込むと手元は後方に引かれヘッドが高く上がっていきます。そしてダウンスイングではテイクバックとは逆に自分から見て右にハンドルを切っていきます。これをスイングに取り込むと手元は前方に行き、それによってクラブヘッドが後方に倒れていきます。尾崎選手のダウンスイングを見るとまさにその動きとなっています。ヘッドの移動距離が増えることで運動量が増え遠心力が増して飛距離が出るようになります。参考にしてみてください。